皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、2月の26日、朝の10時50分。ちょっと、今まで淡井圭介の勤務先に結婚話をしに来た人たちとか、そこから、どんな話になっていったかで、ちょっとテレビのニュースとかで、昔もしてたような気がするんですけども、松本人志さん、ダウンタウンのね、訴えられたの何なのっていう、女性が2名ほど性被害、ごめんなさいね、髭も剃ってない状態で、その件でちょっといろいろこちらとしても、思い出すところがあって、まあワイドナショーという番組自体が、私からの提案で出来上がった番組でもあるんですけども、私が見なくなったら、あれこれ言わなくなったら、すぐに、ちょっと真面目な方向に舵切り始めて、もう僕も嫌になって、もう長い間見てないんですけども、まあそのスポーツの勝ち負けとかもいろいろあってっていうことになってくるんですけども、フジテレビの秋元由里さん、インターネット記事などでは、不倫したことになってますけども、してないんですよね、多分。で、心当たりがあるんですよ。竹やぶをプロデューサーと一緒に見に行ったんですよ。それ、かまど発電の方でしょ。僕はいろいろ、撮影しに行っているホームページ、淡井圭介の日記の、確か55番だったと思いますけども、かまど発電。まあ、番号違かったら申し訳ないんですけども、まあ、100番以内までの間に、かまど発電っていう欄があります。で、そこでね、どれぐらい、竹やぶ、がまあこの地域にはこれぐらいあって枯れてる竹はどれぐらいあるかと、倒木、枯れてる木だとか、まあ、そういったものを回収してかまど発電を、各学校で行えばいいと、まあ、そういうふうなことを提案してまして、昔もその話聞いてて、一部の人間安藤美姫かな、誰かもう忘れました。女と思うかもしれない。まあ、誰かが、淡井圭介絡みの人間の誰かが、結局、番組の仕事をもらって撮影しに行ったりとかしてるんですよ、取材を。で、秋元由里アナウンサーもともとそれだけ言って、それがワイドナショーで放送された時に世間の噂になって、で、それは、それ、不倫していたっていうことになってしまったんですよ、最終的には。だから、テレビのね、放送自体が湾岸戦争の頃からフェイクニュースであることはまず間違いない。で、もう少し前まで行くと、例えば、ベトちゃん、ドクちゃん、ベトナム戦争、もう私が生まれてくる前の頃の話ですけども、その枯葉剤によって、奇形児が生まれてきてるんじゃなくて、多分、精神を生産されなくなる薬、ああいったものを、精神病院とかで昔も、まあ、飲ませていて、一部の人間に。で、その、今のものと当時のものがどういうものか違いはわからない。です。だけども、そういったものを服用することによって、ああいうふうな奇形児が生まれていた、だと思います。で、まあ、だからそれを枯葉剤っていうような形でね、昔からフェイクニュース、その政府がしてきたことを、医療業界がしてきたことを、ヒトラーとどこが違うのっていうぐらいひどいことをしてきたような、まあ、医療業界、などの話。で、そういったところを結局、隠蔽したまま放送していたっていうのが、まあ、その当時にそれだけの情報収集能力があったのかどうかわからないんですけども、フェイクニュースをもともと読んでる、そのテレビ局の流れとしてね。で、それでワイドナショーという番組で仕事をしていて、結局自分で自分をネタに、放送しはん、地面なきゃなんない形になってしまったのか何なのか、もう僕もよくわかんないですよ。ただ僕も見ていて、いや、そら、そんなところ二人きりで行ったら、それはそう思われるよっていうことを、まあ言ったか、まあ心の声か、頭の中で考えたかの、この三つのうちのどれかと、とりあえずね、
とにもかくにもテレビで放送すること本当のことだけにしましょう。それで本当のことも秋元由里、アナウンサーが本当のことを弁明したかもしれない。だけど僕も覚えてないよ。いやもうメモしてなかったら分かんないから、もうややこしいことをしすぎだから、普通の報道の内容すらね、ちゃんとしてほしいのに、もうその日のニュース、まるまる以前と一緒の事件をそのまま放送したりしているから、本当は放送するものがあんまりないんだと思うんですよ。ただ、本当の意味で、全部真実を世間に公にするってなったら、放送するもの、ものすごい内容のものがいっぱい出てきますよ。ものすごい。その精神の生産されなくなる薬の件もそうだけども、もっと他に万博火事もそうなんだけども、正論の方から言ったらね、だからこの間、長崎県出身の国会議員の、谷川議員でしたっけ、谷川議員だったと思うんですけども、人長崎の建築業界の人なんですよ、もともと。それから国会議員になってるんですけども、長崎で IR カジノを始めたりだとか、そういうふうな話があったでしょ。でそれは国土交通省の方で、ダメだ中止だっていうことに、なったんですよ。で、ただし長崎バンボーエというところがスタジアム作っちゃってるんですよ、もともとあるのに。だからもう、そういう部分も含めてね、もう、こっちの方、刑事事件の方で、ご本人もね、会見で、言ってる音声、ちゃんと出てるんですよ。もう、本当にもう、払わなあかんからとか、刑事事件の方になるとか、そういうようなこと言ってるんですよ。で、その、もともとの引き金になったのは、私が河川水門開始玉発電の撮影しに行っていて、あちこちでね、その高速道路をさらに延長させようとしたりだとか、その辺の、だから、結局建築業界へのお金のばらまきだっていうことで、100人ぐらいも告訴いえっていうことで、法律業界、放送業界何しとんねんっていうことで、めちゃくちゃ怒ってたんですよね、動画の最後の方で。で、そこからそうなったのか、以前からね、ちゃんと反対運動とかされてる人たちは長崎県の方たちとかでいらっしゃって、IR カジノに関しては中止になりました、長崎県はね。だけど、ヴァンフォーレ、長崎のスタジアム作っちゃってるから。だからこれは今まで阪神・淡路大震災の頃の、そのスタジアムがあるのに、ね、その全壊した家屋を、解体しないで、建築業者の人に何させていたかって言ったら、別にいつ開通でもいい地下鉄作っていったりとか、ウイングスタジアム神戸作っていたりとかね、スタジアムあるんですよ。あるのに作ってたんですよ。300億円以上かけて。だから、本当に放送しなきゃならないことっていうのが、いつにか、ほったらかしになっていて、気がついたらそういうふうになっていたから、ちょっとね、その、さっきの朝確認してたんですよ。頭の中で秋元樹里ってなってたんですけど、もうほとんどの人間と、一応仕事場でね、ちょっと会話をしたことはあるんですけども、トータル時間、みんな会話のトータル時間合わせても、例えば、まだたくさん話した方であった西尾ゆかりとか高島彩とか、赤井珠緒さんもそうなんですけども、トータルで。で、それ全部合計しても、24時間届きます。会ってちゃんと話した時間。これね、最初から最後まで、無理がありすぎるっていう状況があって、その名前をね、僕の方でも、もう、20歳ちょい過ぎぐらいにもう全てもうこれ、もう無理だ、覚えてられないってなって、大阪ヒルトンの方、働きに行った部分とかもあるんですけども、それはそれでいろいろと思い出さなきゃならない状況にその後なって、結局未来の僕から言わせると、しっかりと、どこの誰が会いに来て、でどこそこのテレビ局に入社して、その後セントフォース行きになっただとか、最初からセントフォース行きになっただとか、だからもうそういうふうなところでね、どういうふうな話のいきさつになってたかっていうところを全部記録してればよかったんですけども、それはそれで。ね、男性女性今度合わせると結婚話だけじゃなくてね、仕事云々とかの話までなっていくと、スポーツの勝ち負けまで話広がると、ね、国会議員の人たち含めて世代交代あるでしょ？全員含めた何千人、もしかしたら万行くかもしれない、実際に働いた、
まあ、今度、裁判関係、勤務先の不払い云々とか、今度、ね、いろんな公務員、警察官の人たちとか、いろんな人たちの話まで、もう全部話広がっていくと、一緒に働いた勤務先の人たち、僕もコロ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 いろんなところ働きに行ってますから、もうこれはとんでもない数になると思う。で、その起きた僕の家の中での、その、盗まれた件だとかね、書類だけに関わらず食べ物とかも、それ頻繁にやられていましたから。で、そういったことをトータル的に考えると、まあ、記録をつけておかなければならないことにはなるんでしょうけども、それも記録の量が多すぎて、これ無理になる。どうしても、本当に。で、まあ、その秋元さんが、まあ、本当は多分離婚してないんだろうなというところで、僕も本当のことわかんないんですけども、こう一応言っておいてあげなきゃならないんじゃないかなと思って、言っておきます。で、それと、余計な記事とかデータ重くなるから、いらないでしょ。だからもう、その記録、その、偽装結婚とか、偽装離婚とか、その辺の話の記事、もう全部削除していきましょう。で、どこか一覧表にね、この記事はデマでしたっていうことで、政府発表で。テレビ局関係の人たちの。それちょっと作りましょう。一箇所にまとめる。その方が、全てのデータを総合すると軽くなる。もうこれを、ちょっとしてもらえませんかと。で、そういうふうなところから、まずフェイクニュースをなくして、ちゃんとエネルギー残存の問題をしっかりと表立って言って、で、ウクライナとロシアの戦争も分かんない、どう話を落ち着けたらいいのか、僕も。もともとの話が、もしかしたら、ウクライナへの原発の輸出でした。で、それによって核兵器を作るだろう、なんだろうという話になって、ロシアとウクライナが戦争を始めたことになりました。それとも、そこの話きっかけで、昔ソビエト崩壊の時に、ウクライナとロシアの戦争ってあったんですか？ソビエト崩壊の時に。その当時、テレビで今放送されてるような、あんな大規模の街中が、ミサイルの雨あられになって、建物が、倒壊、崩壊してる、倒壊してる。あそこまでの内容っていうものは当時のニュースでも流れてなかったはずですので、もう何が何やらわからないです。で、じゃあ第二次世界大戦の頃かなとかも思うんですけども、それはそれで建物を見た時に第二次世界大戦の頃あんな建物だったかなになるんですよ。戦争映画を作ろうとしていて、で、ああいうふうな AI とかに任せて、本当に精度の高い映像を作れますから、それハリウッドの映画見たらわかるじゃないですか。もう、ちょっとね、どうしましょう。そう、松本人志さんのその、性加害にあったっていう2つの件、一件は、秋元由里さんじゃないですか。これね、まあ今ちょっと、まあホームページ淡井圭介の利益の、その YouTube 一覧表の、そのちょっと下の方のところに、淡井圭介に結婚話をしに来ていた人、まあまあ女性限定で一旦その絞って、名前をね、名前今でも忘れるんです。例えばこの間も言ってましたけども、そのスポーツの勝ち負けの説明、ヴィッセル神戸最後で持っていくのに、その毎日ね、水曜日か土曜日に試合があるじゃないですか。百発百中で、その肉離れみたいな現象が発生する。もう家の中でのたうち回ってる。もう痛くて。本当に。もうふくらはぎのところが。だから、その時、心の声で、その、頼んでいたのが NHK の杉浦勇貴だったんですね。あのものも、まあ、今、あの子って言いそうになってしまったので、その若い頃を思い出しますから。で、あのものって言ったのは、まあ、年齢がね、年相応ですから、やっぱり若い人を見て、あの子なんか言ってたら、この人アホちゃうかなって思われるでしょ。まあ、そのね、髪の毛染めてるのとかもあるんですけども、それでもね、今日の朝も、その杉浦勇貴って名前が出てこなかったんです。
いや、本当に、本当に本当に。先ほど、いよいよ当たらなくなって、録画は、途中で止まってしまいましたので、続き言いますね。とにもかくにも、その竹やぶを見に行った件に関しては多分そうだと思います。あとは自分たちの方からまあ弁明してもらって言ったかもしれませんけど、ワイドナショーの番組に出てきて、当人ごめんなさいね、まあ、すごくそういうふうな離婚してない、その不倫してないのに、そもそも不倫したことにされたりだとか、離婚してないのに離婚したことになってる、今なんかちゃうという声が聞こえてきたんですけども、僕もよくわかんないです、もしかしてそれはで電波で聞こえてきたんですけど、偽装結婚でした。もうわかんない、もう やりすぎ、何もかも、その手前までの部分、偽装結婚とかじゃなくて、ちゃんと結婚だったとしたとしても、その後の竹やぶの件とか、その自分たち嘘を作って、自分たちで放送してて、その、むちゃくちゃな話になってしまってるから、僕もワイドナショーを思う、ちゃんとした内容、放送しないんだったら、だから、そのフェイクニュースだとか、そういうふうな部分とかを、ちゃんと言って、正すぐらいのことぐらいしてほしいなとは思うんですけども、で、多分その松本、ダウンタウンの松本さんは吉本の今役員なんですかね。で、それで、一応司会が東野幸治さんですけども、松本人志さんが、矢面立たなきゃならない役員だからっていうことになるんですかね。で、それで、ワイドナショーからいなくなってから、なんか、女性2人から訴えられて、それに対して名誉毀損だということで訴え返してるってニュースが流れてますけども、その裁判番号とか世間に公開してもらえます？何年の何月に法廷が開始されるとか、そこでも本当全国放送で放送したらいいんですよ、きっと。本当にしていいことと悪いことの区別を本当につけましょう。で、エネルギーの残存量問題から言うと、だから、スポーツ関係に関しても、今度スポーツのネタで盛り上がればいいかっていうと、そういうわけでもない。で、きっちりとスタジアムの建設費用はどうとかこうとか、で、実際に今何をしなければならないかとか、そういうふうな、真面目な番組に舵切ってほしいと思っています。で、秋元さんで、姉妹でアナウンサーになってましたっけ？テレビ東京で大橋アナウンサーという人は姉妹でアナウンサーでしたよね。そうじゃありませんでしたけども、誰が誰かもごちゃごちゃになってるんですよ。本当に。で、まあさっき動画で4週間前にアップロードされた動画ということをやってるんですけども、あれ本当は以前もありませんでしたっけ？白い服を着てる秋元優里さんで、ちょっとまあ僕が本当は離婚してないんですよねって聞いた時に、本人がどう聞こえてるかどうかにもよるんですよ、しゃぐりながらだから。で、いや、離婚してるって言ったら気もするんですよ。だから、そこでそういうふうな、もともと本当は結婚してないのかもしれない。そこで、そうなったのかもしれないっていうところで、もう僕も、もう何が何やら分かんない。それこそワイドナショーで本当のこと、両方出てきて弁明してもらえません。この訴訟合戦の話もそれフェイクニュースの可能性があるから、もうこちら一般人からしたらそうなんですよ。僕も自分の位置づけをどこからどこまで一般人として扱ったらいいのか分かんないんですけども、
もうそのかまど発電のところまで話しっかり戻しません。でそのどうなってます、国会議員の人たちの話で。でかまど発電ぐらいすぐ始めれるでしょう。でまあ一応昔僕はね、堪忍袋の尾が切れたのがその結婚話するだけしに来てね、その安藤美姫か本田朋子が撮影しに行ったかもかどうかもう忘れましたよ。僕から多分言ったと思いますよ。で気づいたというか、まあまあそれ分かってたんですけども、もう途中でもう気づいたの方向性から言ったんですよ。なちゃんと名前と住所電話番号も教えてなくてね、阪神・淡路大震災の被災者である淡井慶介を助けなきゃなんないのに、ずっと僕の人生の足引っ張ってるっていうことになると、普通その仕事は僕に回ってきませんって、そういうことに気がついて、もうお前ら本当にええ加減にせえっていうことで、そのかまど発電のね、その撮影が一時期スタートしてたんですけども、これになったんですよ。普通に考えたらそうでしょ。いやもうこんな人生に、ね、なるとは僕の方こそ思ってませんよ。これ笑いながら言ってますけども、これ泣きながら言ってた時に、今までの経緯全部ね、こんなことがあってこんなことがあってでもそれ聞いたらもう見てる方の人は泣くと思いますよ。一応ね、いつものルートで送ったっていうところのその YouTube 一覧用のところの9番ぐらいのところでね、まあ泣きながらちょっと言ってるんですけどね、ちょっとしたことをちょっと言ってるだけですよ。で杉浦勇気もしょっちゅう僕勇気って言ってしまうんですけども思い出した思い出した、ね、字幕見て、あ杉浦勇気かっていう。でもう最後のこれその一般人もこの話聞いたらもう何もかもが嫌になってしまうかもしれませんけど、僕もそうなんですよ。全員本名でした。もうこんな社会絶対無理。本当に悪いことする人間は増えるだけ。本当に政府の罪作りっていう話、それも政府の罪作りっていう、そのフェイクニュースからテレビの放送の仕方から何から何まで、だからもうとにかくね、明け方と夜中の番組はもうなしでもいいはずですから。で番組の内容を、もっとね、充実させましょう。本当の話の方でね。でそれでもまだフェイクニュース放送してたら絶対滅びます。もう私が生きてる間にもう石油とガスの輸入は、危機的な状況になるでしょうね。それはもうまず間違いない。車の自動車の生産量に関してもエネルギーの残存量問題を説明しながら、生産量をどこの国もどこのメーカーも105分の1まで生産量を低下させなければならないっていうことをもうすんなりという、その説明ね。みんな電車バスの方で移動できるほとんどの人は。でもしどうしても絶対的に必要だという人であったとしてもね、もともと中古車がまあ、中古車として買い取った時にその中古車が売れるかっていったら全部が全部売れるわけじゃないんですよ。余ってるんです。とにもかくにも車が世界中でもう15億台も出回ってしまった後なんです。でまあそういうこともねしっかりと、各報道番組で、年から年中しょっちゅう言うこと、エネルギーの残存量問題、以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあチャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定、まあ私の動画に関してです。設定の仕方がわからない人は、まあ購入した販売店の方で聞いていただいて、で、まあインターネットで購入された方は、インターネットで調べるしかないんじゃないですかね。動画の着信設定について、まあ、あとは自分の知り合いだとか身の回りの方に、まあ、僕の、ホームページで見ておいた方がいいということで、対応していただけたらい
いいんじゃないですかね。今さっき秋元さんの声で電波でコンピューターが言ってきてると思うんですが、ゴーンって言ってるんですよ。それ僕に言ったことありました。あの僕の勤務先とかね、多分カルロス・ゴーンさんのことだと思いますよ。日産の日産、じゃあ日産、もともとはルノーで、まあ今は日産、ルノー、三菱の連合になってますけど、三菱付け加えたのは私からの提案です。はあ、本当にテレビを出さなければならない人間、絶対間違えてますよ。どう考えても僕。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ僕の方もテレビに出てね、その、例えば秋元さんの件とかもね、言ってあげたりだとか、もう一般人でもその電波でね、コンピューターが言ってきてるっていうことを分かってる人間も、もうこの辺はもうゴロゴロ言うから、どちらかというとそういうことを知ってる人の方が多いから、率もう世界中も今頃もどこでもそうなってるんじゃないですか。もう今更の話ですよ。もうこれも政府もその話をいつまでたっても公にしなければしなければ公にしなければ早くしなければならないのに、その期間はずっと遅れていけばいくほど議員の人たちの立場も危うくなる。これがもう正解ですから。以上です。皆さんご協力ご対応のよろしくお願いいたします。まあそれはもう一番のその内容のところは、未来からの時間軸でね、そこから災害情報とかをお伝えして、避難、まあまあそこまでの話がしっかりと公にたどり着けば、ミサイルもいらなくなりますし、国連でまとまってますから。戦争のフェイクニュースでね、ミサイルの開発生産者ダメですよ。本当にエネルギーの存存量問題の方が上ですから。今のままだったら、してしまうところはしてしまってるんじゃないですか。テレビのニュース見ておかしくなって、議員ごと、企業ごと、可能性あると思いますよ。以上です。